します。バッタがいらないようにはさあ、どこまで行けるか。もうすぐ行きたい。かよし、できた。それで最後の5番目に足を上げて、5番目が動く。ここまでは来れた。待てよ、ここからか。ちょっと腕の力が休憩。テレダンダンダダンダタララタララタカダタララタララタララララ。本当のことを言えばきっと楽になれるさ。本当のことを言っちまえばきっと自由になれるさ。アンチキショウぶっ飛ばしトンズラしようか。だけど俺はこの街を根城に生きていこうと決めた。六畳一間の闇に紛れ腐った空へ夢を突き上げても、呼べど叫べど答えなし。群れから離れっぱなし、ずっと離れっぱなし。遠回りのクソタレの人生、千鳥足でいつもの路地を。 Hey! Thank you! 山で歌うの気持ちいいな。リクエストが来てたんですけど、宮本浩次の冬の花という、リクエストがもらってたんですけど、片平さんに。ちょっとまだ練習中というか難しいんで、もうしばらく待ってください。とりあえず少々お待ちを。12時なのでお昼にしてます。紀州南高梅ですね。うめえ、うめはうめえ。はい、アラビさんのような寒いギャングでしたね。もう寒いギャングといえば野呂川冒険野郎のアラビさんですね。あの人の身に出る人はいないですね。うめはうめえ。はい、それでは午後の部開始します。ロッドの方なんですけど、やっぱり38が故障なので極み点から33ですね。リバーピーク33、これにしました。38の方はやっぱり、もう少し休養が必要です。ラインは変わらず 5.3m ですね。同じタックルでやってます。竿だけ33に交換しました。根元がパッキリちゃいました。パッキリ。うさげだがどうだ。いないかや。魚が見えんな。
が見えない。はい、ちょっと風が出てきたんでね、ルアーに変更しました。ベイトザコレンジャーですね。ルアーは、これですね、得意の隔離モデル、ロッドがザコレンジャースターモデル、これでやっていきます。風があって点からやりづらいんで。でザコレンジャーなんですけど、なんか動画を見て欲しいっていう人がオーダーしてくれたみたいで、ザコレンジャーオーダー入りましたね、スターモデルの。なんか嬉しいですね、こう動画を見て欲しいと思ってオーダーしてくれるっていうのは嬉しいですね。すごい面白い竿なんで、使ってみてびっくりしますよ。これまず最初は戸惑うと思うんで、やばすぎてまあ慣れてくればすごい楽しい竿ですね。非常に魚影もありそうでないですね、全然ありそうなんだけどな、魚影がいないんで、魚がでっけ、なにこれ、来たよ、おー、いい方いきなり来た。でっかいと25ぐらいか針を外したけど、いないって騒いでた。来ました、写真を撮ろうびっくりした。これ太いですね。いないとか言ったらいましたよ、竿と一緒に。チャーンチャーン、ヘイケイ。ちなみに何センチでしょう。25ぐらいだと思うけど、なんか色がおかしい、どうしたんだ。大体で25だな、25センチ、量刑ですね、量刑ヤマメ。もっとでけえかと思ったけど、きてえからいきなり来ました。よかったな。尺ぐらいあんのかなと思ったけど、尺はなかったな。そんな感じだったな。
ね。たまにの連続。意外に釣りづらい。釣りづらい。はい、丸太橋を渡ります。これでいいか。どうやらルートはあっちみたいな。橋の上からの釣りは禁止です。橋の上からの釣りは禁止です。ごめん。そろそろ釣りたいな。追ってなす。なんといたよ。おい